外線車は公明党の車であります。一番乗り心地のいいものを選んでまいりました。わずか一つの問題だけでシングルイシューで都知事選を争うというのは都民が不幸になる、そう北海道の知事さんもおっしゃっているわけであります。高齢化急速に進んでまいります。それにどう対応していくのか、これが何よりも大きな関心事の一つです。人直下型地震、それにどう都民の安全安心を作り出していくのか、これもまた避けては通れない大きな課題であります。そして何よりも東京に招致したオリンピック・パラリンピック、この6年後の大きなイベントを東京だけのものにしないで、オールジャパンで成功させていこう、東京が何よりもその先頭に立って頑張ろう、そういう議論をしていくのが今回の都知事選の課題ではありませんか。皆さん、ケア付き住宅をどんどん進めていこうというのが松添さんの具体的な福祉政策なんであります。皆さん、東京は認可保育所だけではなく独自に認証保育所の仕組みを発達させています。4年間で待機児童をゼロにする、松添さんにやっていただこうではありませんか。皆さん、東京オリンピック・パラリンピックの頭文字を見てください。東京の T、 オリンピックの O、 パラリンピックの P、 合わせて TOP、 ポンピと呼びます。この東京オリンピックが、東京こそ世界、日本こそ世界のトップになれるように、オールジャパンで力を合わせていこうではありませんか。そのトップに松添陽一さんを皆さんのお力で押し上げていただきたいのであります。この東京は、都議会は去年の選挙で公明党、そして自民党、多数の議席を頂戴しました。国政もまたねじれを解消していただきました。今こそ東京都政、私たちの国政